仕事ない時な、作ってもね、暇でしゃあないし、フロント入ってる、フロント入ってるっていいんだよな。あ、違うな、これですデノのセンタースピーカーや、センタースピーカーだけ多分映ってるわ、これ、うん、センタースピーカーだけ、あれだけ映ってるんじゃん、うん、これもかっこやろ、これ暗い、うん、その羽なんか覚えてるわ。あ、覚えてる。あったよ。これを右側にあこの柄合わせるのも結構邪魔くさいね。まあ、そんなんええねんけどな。初めての方。これちゃうわ。このスピーカーなかなか SP。これ中古で買うねんけどな。これ。なんか良さそうな感じせん。これビクターのやつやけど、ビクターの名機言われてるやつやね。このスピーカーが結構ええやつやね。中古のコーデ。あ、ないな。あ、ないわ。持ってへん。もう同じとこもぐるぐる回る。センタースピーカー、もう作ったスピーカーだもん、消したかな、どう見かんせん、あ、同じとこずっと回っとんな、これもうないわ、映ってへんわ、暇にすぐ出てんけど、俺仕事なんもっとなかったから映ってへんわ、そうしたらしたかったんちゃん、おちゃん映画が好きやった、映画なんか勇気あったけど、あ、それほんなら見たはったわ、あれ見出したらもう止まらへんね、一時に見たけどな、なんか最後の嫌になってきたな、映画もう YouTube の方がええわ、あ、ほんま死ぬなってんの、なんでしゅ、なんか開けてくんねんな、なんか気楽の方がいいわ、YouTube で、ハリーポッターとか見て、ハリーポッターとかなかったな、ハリーポッターは結構おもろいね、うん、アソバの就任とか、あれをサラウンドで見ね、ものすごくおもろいわ、魔法のやつやけどな、ものすごく迫力がある、あの機関車で魔法学校に行きよう、いやー機関車でシャ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 って、
その機関車で走る時のこの音とか結構ええな、バーッとこうサラウンドとペン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 とこう、もう分からんと思うけど分からへんな。これタイタニック見てからやな、これサラウンドで聴いたらもっとええやろな思って、初め ステレオだけで見てて、ステレオのスピーカー右と左だけで、それだけでもちょっと迫力あったしな、サラウンドで聴いたらもっとええんちゃうけん思って、でセンタースピーカーこうて、センタースピーカーうんこうて、であのあれやアンプこうて、 AV アンプで、 AV アンプやとこれ 7.1 円やからな、そんだけ能力あるからな、これ 7.1 円ってこれ使い、この能力使い切らなあかんなあ思うんで、でスピーカー付け出してあちこち 7.1 円、その能力を引き出したらなってくれよ、こうたらもったいないな、うん、せめこうたんやな、 5.1 円でもええと思ったけど、どうせなら 7.1 円の方が迫力あるの分かってるからな、で 7.1 円にして、熱帯タイプ見たら全然違うと、もう船が走ってるのも、もう船に乗ってるみたいな、俺は。タイタニック見たことあるけ、うん、デカプリオと一緒にいてるみたいな。まあ、あそこ あの船に乗ってるような感覚なのは、音が。あれ自体が 5.1 アンで、録音してあると思う、あの映画時代から 5.1 円と思う、サラウンドで録音をな、ちゅうことはそのサラウンドで聞いた方がやっぱりええねん、それで収録しとるから。眠たんよ、顔出てる、顔出てる、もうなんか死にそうな顔になってるわ、もうおじいちゃんの顔なってんの。でもスギッチョ見てたら、あのあれやな、あの少林寺の高僧のような感じ見てね、ジャッキーちゃんの映画でここむつこう反抗したのかやつ頭におでこにあんな感じやな、少林寺の高僧みたいな。スギちゃん、まだ僕は入れよう、入れへんな、あ、これこの体勢があかんねん、これがあかんねん、あ、痛い、もうこれじーっとしてるんじゃないけど、ちょっと動いたらあかんな、不便、もうしゃあないな、これもう不便やわ、すごい不便よ、これやったら立ってる方がマシやな、座ってんねんな、これじーっとこの車運転行けんのかな、これだけし行けんのか、乗り降りするだけは難しいじゃん、それだけやな、なんでやろ、マッサージしの直後は全然大丈夫やってんけど、そんなもんやねんね、ちょっと蓋開けて沸いていけよ、俺沸いてんな、大きいのもこっからが難しい、あかん、痛いな、痛いな、あいた、どうしようかな、いっぺんここで落ちたので、こうか、あいた、あかん、あかんな、
あかん、あかんな。あ、ここ釣った、今。で、ここからどうしたらいいのかな。ここから、あ、あかんな。あかん。痛い。あれ、ここからどうしたらいいの。痛い痛い。急性やな。